大きなね、取締役報酬。100万ドル？これを毎月支払われることの承認可決をお願いしたい？こんなもんダメに決まってんだろう。株主無配で、役員だけとんでもねえよ、ほら。じゃあ、はい、お願いします。投資家の石島と申します。議案に関係することだけ発言しますんで、株価低迷の原因、本当だったら、さっきも言ってましたけど、売上が23%ずつ増益であれば、株価っていうのは大化けするわけなんですけれども、この化けない理由っていうのは、この5号議案なんですが、取締役報酬、これ1年じゃなく1ヶ月で、100万ドルってことは、日本円に直すと約1億3100万円、年間で15億7200万円、こんなに取ってしまうと、株主最優先でなく社長最優先に見えてしまい、やっぱり上場したからには、役員じゃなく株主に目を向けてもらわないとダメだっていうのは、これ私だけじゃなく、士官時さんともお話しして、投資家の人たちもお話しして、それで私今まとめて発言してるんですけれども、できたらこの株主っていうのは、この成長投資を見込んで、無配協力してるわけですから、無配でいるうちは、役員自ら、報酬をカットして、成長するまで一緒に応援してくださいっていうのが、日本人の侍としての精神であり、この5号議案は私は同意なんですが、この100万ドルの毎月の取締役報酬をもっと10分の1に減らして、株主への配当金にしたらいいんじゃないかなと思います。そうすれば、少しは株価、本当だったら20%ずつ利益が上がってくるわけだから、株価化けていくわけだけども、いまだに IPO の初値を割ってるわけですから、その辺を、やっぱり株主最優先に、心を入れ替えるべきだと思います。以上です。ありがとうございます。5号議案の内容で申し上げますと、1年間で100万米ドルですので、それを、1ヶ月じゃないんだ。ではないです。1年間で、日本円でと1億3000万円を今の全4名のトータルとしてご承認をいただこくれ見予ると、定毎月支払われることを承認可決お願いしたいって書いてありますけです。ど。はい、総額をいただいて、それを毎月分けて払っていくことのご承認をお願いしたいという趣旨になっております。ちょっと表現分かりにくかったら、来年以降まいたやいや、取り直してだからね、15億も、これだとさ、15億もってなるから、証券会社の人たちが私に言えって言われたことは、ふざけんなよと、こんなことやるんだったら上場を配信して TOB でも何でもいいから、上場を配信させた方がいいぞと、そう言ってきてくれと、そういうふうに私は言われてきたんですよ、今日は。実はだから、よかったら、このなんていうのかな、もう健全な会社であるんだったら、堂々と動画配信して、健全な会社はみんな、ゆうちょ銀行もそうですよ、株主の発言も動画配信するから、変な発言、関係ない発言する人いないんですよ。だから御社も堂々と、動画配信して、で私がこうに言ったってことをちゃんと伝われば、投資家とか士官時野村さんじゃないですか、ああ、なんだ、年間で1億5000万かってなるじゃないですか。これ見たらさ、知らない人見たら、年15億7200万円、これはとんでもない数字じゃないか。そんな金なんだったら株主に配当金しろって、これがみんなの声で、今日はそう言われてきたんですよ、私は。なるほど。だからその辺ちゃんとやっぱりこう綺麗にして動画配信した方がいいです。以上です。ありがとうございます。配当金出した方がいい、早く。そうしないと株価ダメだし、で野村士官時でもね、ペイロールとかそういう初に割ったところね、マザーズでも本当に配当金出してるんですよ。ジオコード、これもマザーズ、これも株価大暴落して急いで配当金出すようにしてるんですよ。だから御社も初に割ってんだから、その辺はちょっと取り急ぎ、あともう一個言われてたね、1年間何やってんだと、これがみんなからの声なんで、やっぱり社長が株主最優先に変えていかないとダメなんで、やってください。以上です。